どうも、バーンです。本日2024年2月8日、えー、時刻は午前5時半です。えー、大津彩香金返せ係。これ何回聞いてもすごいですよね。えー、大津彩香金返せ大問題なんですけれども、えー、昨日の続きの動画となります。えー、この金返せ問題、展開が早いんで皆さんついてきてくださいね。 そして今回ちょっと皆様のお力もぜひ借りたいというふうなことがありますんで、えー、ちょっとそこからまずお話ししていきます。えっ、ー、とね、問題はですね、前回の動画でも言った通り、立花隆一人放送局の口座に間違えて貸付金を振り込んだ人が330人中どれだけいるのか、ここになってきました。で、バーン TV も大分調べたんですけども、立花さんがお金貸してくださいって言った動画の、 周囲ですね。それからホームページも見ました。そしていろんなところを見たんですけども、立花隆一人放送局の3つの講座以外に、党の方にあるであろう講座名ですね。それがね、どこにも見当たらないんですよ。で、どっかにあるのかもしれないですけども、少なくとも僕は見つけられませんでした。ちょっと皆様も、債権者の方ですね、えー、お金を貸した側の人が、 振り込んだであろう等の口座。これがどこなのか。もう消えてるとは、ちょっとね、考えにくいんですよ。だって、過失的なフォームがまだありますしね。で、動画もまだ残ってますし。で、動画もね、見たんですけども、立花さんね、ほにゃらら銀行の口座番号、ほにゃららまでとかっていう風にね、なんぼ探しも見つからないんですよね。で、 えーまあ、全部聞く必要があるんですけど、ちょっとね、それは、やっぱないことの証明なんで、難しいんですよ。皆様ぜひね、党の講座がどこなのか。これ、立場高し一人補足機がすぐわかります。動画にね、えー、説明欄の方に情報があるんで。そこ以外で、党の講座がちゃんと公開されていたかどうか。これちょっとね、皆様、あの、ご協力いただければなと。見つけたっていう方。 おられたら、ぜひともコメントでお寄せください。本動画のね、コメントを固定させていただきます。見つけたという場合ね。でね、見つけられなかったっていうことになると、やっぱりね、これはね、まずいんですよね。ほとんどの方が、貸付金を立花隆一人放送局の口座に間違えて振り込まれているということになるんですね。立花隆一人放送局はですね、あくまでも立花さんの会社であって、党じゃないんですよ。 で、なおかつ、ここはね、寄付金の受付場所でもないし、カレー入金の受付の口座でもないし、あくまでも、視聴料の受付の口座であり、その、団体なんですよ。立花隆一人放送局っていうのは。何人おられるのか知りませんけど、一人かもしれませんけれども。でね、それからさらにね、ここでね、点と線が繋がるんですよ。すでに、大津彩香氏は、立花隆一人放送局の通帳の写しを持っているんですよ。 これ皆さんご存知の通りですよね。後に述べますけれども、斎藤忠之氏のリークによって持っておられます。称号が可能な状況となっています。じゃあなぜ大津氏が借金じゃなくて寄付金かどうかを精査中。これいつも大津氏言ってられますよね。借金じゃなくて寄付金かどうかを精査中ですっていうふうにね、表明を繰り返しておられるんですけども、じゃあなぜあえて大津氏はですね、この寄付金のところを視聴量と表現しないのか。 これ皆さん疑問だというふうに思うようになってきますよね。これもね、だいたい分かってきました。斎藤忠之氏の一件があったから、視聴料って言わずに寄付金っていうふうに大地氏はあえて、視聴料っていうことを言わずに寄付金っていうふうに名言を避けているんですよ。視聴料って言ってしまうと、斎藤忠之氏からのリークを認めてしまうことになりますよね。ここなんですよ。おそらくこういうことだと思います。 大津彩香さん、怖すぎますわ。これが本当だったとしたら、僕の推測が本当だったとしたら、大津彩香氏、まさに女王。頭良すぎ。もしくは弁護士さんがね、ちゃんとコントロールしているということなんですよ。で、しかもですね、今現在立ち話一派によって、民族党の方に破産申し立てがなされてますよね。 大津市は無料でこの精査をできているということなんですよ。破産完済人が今後入ってくるでしょう。これ寄付金なのんじゃ実際にはこれ、立花さんの個人会社にところに入っていってるお金なんですよ。立花さんは視聴料として扱ってはるみたいなんですけど、これは寄付金ですよねっていうふうに、口頭でそこで言うんですよ。ん視聴料ねやそれ。うん、まあ寄付金やなっていうふうに、 麻生犯罪人は視聴料なんていうふうにね判断するかどうかは微妙ですよねもうこれ寄付金かとか言われたら立花さんピンチピンチ大津あやかし怖すぎ恐怖さあどうなるかここ2週間が見ものだと立花さん次の一手どうするのか大津あやかしはそんなに大きくは動かないというふうに思います 立花さんがもがけばもがくほど、恐怖の大津彩香が待っているのではないか。これがバンティビの予測です。はい、本日以上です。ではでは。<ペー>